ジョセフ・ティレルは、カナダの地質学者、古生物学者、探検家、歴史家。カナダのアルバータ州、バッドランドでアルバートサウルスの骨の化石を発見したことで有名。弟は探検家のジェームズ・ティレル。当時イギリス植民地のカナダのトロント近郊、ウェストンにて、ティレル家の三男として生まれる。ウェストングラマースクールに通った後、1876年に、 アッパーカナダカレッジを卒業し、1880年にはトロント大学で法学の学士号を取得した。しかし翌年にはトロントの法律事務所で短期間働いた後、オタワにあるカナダ地質調査所のスタッフとなり、膨大な量の岩石や化石の分析や整理をするなど、調査所の古生物学者たちのアシスタントを務めるようになった。1884年夏には、 レッドディアガー流域と隣接する領土の調査のために派遣される探検隊のリーダーに任命された。この調査の際、ティレルは未知の生物のほとんど完全な頭部の化石を発掘し、これが後にアルバートサウルスと名付けられた。また同じ頃、ドラムヘラー周辺で石炭層も発見された。その後もティレルは弟ジェイムズと共に探検隊を引き連れて、 アルバータ・サスカチュワン・マーニトバ各州を流れる河川や湖の接続を明らかにすべく探検、調査を続けた。数々の困難を乗り越え、不毛の領土を冒険したティレル兄弟は大きく称えられた。ジョセフ・ティレルは1894年2月にカナダ女性最高業協会の創設者であるメアリー・エディス・ケアリーと結婚し、メアリー、ジョージ、トーマスの3人の子供を持った。 ありがとうございます。